スペースシャトルはかつてアメリカ航空宇宙局が1981年から2011年にかけて135回打ち上げていた再使用をコンセプトに含んだ有人宇宙船である。もともと再使用というコンセプトが強調されていた。しかし結果として出来上がったシステムではびた部分は繰り返し使用されたものの打ち上げられる。 各部分のすべてが再利用できていたわけではなく、外部燃料タンクなどは基本的には使い捨てである。初飛行は1981年、2回目の飛行は1982年で、2011年7月の135回目の飛行を最後に退役した。スペースシャトルは宇宙輸送システムあるいはスペースシャトル計画の一環として用いられた。 STS の開発とシャトルの飛行は基本的にアメリカの資金によって行われた。主な使用目的は NASA の置かれた様々な政治的状況や起こしてしまったシャトルの事故も影響しておよそ10年ごとに大きく変遷してきたが、数々の人工衛星や宇宙探査機の打ち上げ、宇宙空間における科学実験、国際宇宙ステーションの建設などである。 なおシャトルは NASA によってだけでなく、米国国防総省、また、欧州宇宙機関、ドイツ等の軌道上実験にも使用された。シャトルは、最使用型宇宙を換機であり、軌道船、外部燃料タンク、固体燃料補助ロケットの3つの部分によって構成されている。ET と SRB は上昇中に切り離され、軌道船のみが地球周回軌道に到達する。発射時には、 機体は通常のロケットと同じように垂直に打ち上げられるが、機動船は水平に滑空して、機関、着陸し、再使用のために整備された。SRB はパラシュートで海に降下し、回収船で回収されて整備した後、推進材を再充填して再利用された。飛行の概略。打ち上げ、固体燃料補助ロケットの切り離し、外部燃料タンクの切り離し、 軌動場での作業、減速、大気圏再突入、着陸の概念図まずシャトルの構造を及び打ち上げ、着陸の概略を説明する。通常は5名から7名の飛行士が登場した。なお、最も初期の頃に行われた、STS-1 から STS-4 の4回の試験飛行のように、機長と操縦士の2名だけでも飛行できた。発射時のシャトルの構成は、大まかに、 オレンジ色の外部燃料タンク2本の白色で細長い固体燃料補助ロケット宇宙飛行士と貨物を搭載する機動船の3つの部分から構成されていた。なお、蒸気に加えて STS のために開発されたパムとユスと呼ばれる人工衛星打ち上げ用の2種類の固体ロケットを用いれば搭載物をさらに高い軌道に運ぶこともできた。なお、シャトルには 全体でおよそ250万個もの部品が使われており、人間がこれまでに製造した中で最も複雑な機械であると言われている。シャトルは通常のロケットと同じように発射台からは垂直に離陸する。その際の水力を生むのは2本の SRB 及び3機のメインエンジンであり、スムの推進剤は外部燃料タンクから供給される。 上昇の手順は大まかに、SRB も含めて、すべてのロケットが噴射される、第1段階、SRB が役目を終え済むだけで推進する、第2段階の2つに分かれていて、打ち上げから、およそ2分後に、第2段階に移り、SRB は切り離され落下、パラシュートで海に着水し再使用のため船で、回収される。機体はその後も上昇を続け、軌道に到達すると、 スムが燃焼を停止し、ET も役目を終えて切り離される。切り離され自由落下を始めた ET は通常は大気圏に再突入して空気抵抗と熱によって消滅する。ただし、様々な用途に使用することは構想としてはあった。軌道船はその後さらに軌道操縦システムを噴射することでミッションの目標としている軌道へと向かう。軌道上での姿勢は、 姿勢制御システムを噴射することで制御する。シャトルが従来の宇宙船とは際立って異なった特徴の一つに、機動船の胴体部分のほとんどを占めるほどの大きさの貨物搭載室を備えていることと、そこに大きな観音開きのドアがついていることである。これによって、飛行士や宇宙ステーションの建設資材などを、地球周回転軌道や大気圏上層部、 さらには熱圏などに運ぶことができた。例えば、ハップル宇宙望遠鏡のような大きなものを搭載し、軌道に投入することや、故障した衛星などがあれば、その軌道へ向かい、貨物室に回収して地球に持ち帰ったりすることもできた。任務が終了すると、軌道船はオムズを逆噴射して、速度を落としたい危険に再突入した。降下している間、 シャトルは大気の様々な層を通過し、主に空気抵抗を用いて、機体の速度を極超音速状態から減速させる。大気圏下層部に到達し、着陸体制に入ると、グライダーのように滑空飛行し、フライバイワイヤー方式の操縦系統で油圧によって動力を制御した。着陸の際には長い滑走路が必要とされた。シャトルの形態は、機関時に、 極超音速飛行及び旅客機のような低速飛行の双方をしなければならないという二律背反する要求を満たすために作られた妥協の産物であり、その結果として機動船は着陸寸前には普通の航空機には見られないような急激な効果を経験することになる。当初は通常のロケットより1回あたりの飛行コストを安く、 できるという見込みでこの計画がスタートし製造されたが、実際の運用で発生した事故に対する安全対策により、当初の予想より保守費用が大きくなっていき、結果的に使い捨てロケットよりもコストが高くなった。スペースシャトルという言葉は一般には機動船の単体を指していることもある。シャトルという表現に合致しているのは基本的に帯びた部分であるし、 形状という点でも、シャトルという用語の源となっている、織物のシャトルと形が類似し連想させるのは、大びた単体であるからである。ただし技術的な観点、つまり宇宙飛行システム、飛行に必要な技術的な要素、という意味では、機動船以外にも外部燃料タンク、固体燃料補助ロケットが結合されて、初めてシャトルは完成状態となり、飛行可能となるので、 NASA のエンジニアなどは3つが合体した状態をスペースシャトルと呼ぶ。そして紛らわしさを避けるためにオービタ、SRB、ET などの故障を用いて呼び分けている。完成状態にする作業はスペースシャトル組み立て棟で行われる。なお、この建物はもともとはシャトルのものではなくアポロ計画のサターン5型ロケットを組み立てるために作られたものである。また、 スペースシャトルという用語で、スペースシャトルをコアとした計画全体を指して用いられていることもある。スペースシャトルの当初のコンセプト図の一部シャトルの設計と製造は1970年代初頭に始まったが、その概念はそれより20年も前、1960年代のアポロ計画よりも早い段階に存在していた。宇宙から宇宙船を水平に着陸させるという、 放送は1954年に国立航空諮問委員会が描いていたもので、それは後に X-15 航空工学実験調査機として実現することになった。中に対してこの提案を行ったのはバルター・ドルンベルガーである。1957年 X-15 をさらに発展させた X シリーズ宇宙王換気計画が提案された。宇宙飛行士 ニール・アームストロングは X-15 と X-20 両方のテストパイロットに選抜されたが、X-20 は計画されただけで実機が飛行することはなかった。X-20 は実現されなかったが、同様のコンセプトを持つ HL-10 実験機は数年後に開発され、1966年1月に NASA の元へと届けられた。HL とは、 ホリゾンタルランディングの意味である。1960年代半ば、空軍は次世代宇宙輸送システムに関する一連の極秘調査計画を行い、一部再使用型の宇宙船こそが最も安上がりな方法だと判断した。彼らの提案では、使い捨て型の宇宙船とロケットの開発に直ちに取り掛かり、それに続いて一部再使用型の開発を続け、 最終的には完全再使用型に達するべきであるとされた。1967年、NASA 長官、ジョージ・ミューラーは、幹部80人を集め、将来的な選択肢に関する1日間の討論会を開催した。会議では、初期の頃の空軍の X-20 計画を含む様々な提案がなされた。1968年、 NASA は地球と宇宙を往復することを目的とした統合応換機の研究を開始し、同時に複数の企業に対してメインエンジンの開発を競わせた。また、ヒューストンとハンツビルにある NASA の事務局は共同で宇宙に貨物を運ぶだけでなく大気圏を滑空して地球に帰還できるような宇宙船の設計を公募した。その中の一つに、 巨大なロケットと小型の機動船によって構成された DC-3 と呼ばれた案があった。1969年、ニクソン大統領はスペースシャトル計画を進行させることを正式に決定した。1973年8月、X-24B が飛行に成功したことにより大気圏に再突入した宇宙船が水平に着陸するのが可能であることが、 証明された。1975年に行われた模型を使用しての風洞試験。再突入で機体が高温の空気に包まれる状態をイオンガスを吹きつけることで再現した。スペースシャトルは再使用することを目的に設計された宇宙船としては初めてのものである。シャトルは様々な搭載物を低軌道に運び、ISS の人員を交代させることができ、 また機動船は地球を周回する人工衛星その他の物体を回収し地上に持ち帰ることもできるように設計された。各機動船は100回の飛行もしくは10年間の使用に耐えられるようにとの考えで設計されたが、後にその期間は延長された。STS の設計責任者は、マーキュリー計画、ジェミニ計画、アポロ計画などでも宇宙船の設計を担当した。 マキシムファゲットである。軌道線の大きさや形状を決定する際の最も重要な要素となったのは、当時計画されていた商業衛星や秘密衛星の最大のサイズのものを搭載できるようにすることと、極軌道から一周回で離脱するという空軍の秘密計画に対応できるような飛行範囲を持っていることである。また衛星を宇宙空間に配置するための高い 搭載能力が欲しいという国防総省の要求及び再使用できる機器を持つ宇宙船を開発することによって宇宙開発予算を削減したいというニクソン政権の要求の双方に応えるため固体燃料補助ロケットと使い捨て型の燃料タンクの併用という方式が選択された。耐熱タイルシャトル開発で一つの大きな壁になったのが大気圏に再突入時の熱から オービタを守り、繰り返し使用可能な熱シールドの開発である。オービタは機体を軽量にするために、基本的に航空機と同様のアルミニウムでできているが、アルミニウムという素材はわずか200度程度の温度で柔らかくなってしまい、大気圏再突入時に発生する1600度以上の熱に耐えることはできない。そこで、 断熱材として素材にシリカガラス繊維を用いた耐熱タイルが開発された。シリカは熱を伝える速度が非常に遅いので、それを用いた耐熱タイルを用いれば、機体のアルミを守ることができる。だが、まだ問題があった。機体のアルミは、熱で膨張するのに対し、耐熱タイルの方はほとんど膨張しないため、そのまま接着しては、温度上昇とともに、耐熱タイルは、 剥がれて脱落してしまう。試行錯誤が繰り返された結果、機体と耐熱タイルの間にフェルトを挟むことで機体とタイルの膨張率の違いを受け止める方法が浮上した。これは特殊なフェルトではなく、カウボーイハットなどに用いられるごく普通のフェルトである。また、機体とフェルトと耐熱タイルの接着についても、アメリカの家庭にありふれた浴槽の防水コーキング用のゴムが、 接着剤として用いられた。耐熱タイルは2万5000枚製造され、大ビタの局面を覆うため、部分ごとに形状の異なるものが、ジグソーパズルのように機体に貼り付けられた。素材選択や接着方法の開発が難航した耐熱タイルは、やはり、スペースシャトルの弱点の一つとなり、繰り返される飛行で何度も脱落を起こし、大事故の原因にもなった。 安全確保のため、期間後の点検で毎回毎回タイル一つ一つの状況や履歴を記録しつつ手作業で検査、修復しなければならず、シャトルの不安要因の一つ、大きな重荷の一つとして付きまとうことになった。飛行可能な機体は6機製造された。初号機エンタープライズは宇宙に行けるようには作られては、おらず、もっぱら滑空試験のためのみに使用された。実用化されたのは、 コロンビア、チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エンデバーの5機である。当初は、エンタープライズも新入着陸試験が終了した後に、実用機として改造される予定だったが、構造試験のために製造された STA、STA-099 をチャレンジャーに改造した方が安上がりだと判断された。チャレンジャーは1986年、 発射から73秒後に爆発事故を起こして機体が失われたため、機体構造の予備品として残っていたものを集めて、新たにエンデバーが製作された。コロンビアは2003年に空中分解事故を起こして消滅した。シャトル5機。このうちの2機が事故で失われることになった。スペースシャトル計画の始まりの段階で、NASA の関係者には、 一回の飛行あたり1200万ドルほどのコストで飛ばすことができるなどと主張する者もいて、そうした甘い見込みのもとに計画は進んでしまった。シャトルを繰り返し安全に飛ばすため、再使用する機体の部品は飛行のたびに徹底的な検査が行われたが、シャトルを構成する膨大な数の部品の検査にかかる費用は巨額のものとなった。 エンデバーの製作にかかった費用は約17から18億ドルで、シャトルの1回の飛行にかかる費用は2002年の時点では約4億5000万ドルだった。だが、コロンビアの事故以降は安全対策のコストが上昇し、2007年には1回の飛行につき約10億ドルを要するようになった。スペースシャトルには技術的な混乱だけでなく、 官僚主義に侵された NASA という巨大組織の抱える問題も影響した。チャレンジャー号の事故は予測、回避できた可能性が高かったにもかかわらず、NASA の幹部は事故は起きないだろうと十分な対策を行わず、米国が行った宇宙飛行中の事故では初の死者を出している。また、コロンビア号の事故においても、発射時の映像を確認した職員によって、 上昇中に剥離した断熱材が大びたに衝突した可能性が指摘されたものの NASA 幹部は提供された情報を軽視したという経緯がある。政治学者のロジャー A、ピールケ・ジュニアは2008年度初頭までにシャトル計画にかかった費用は総額で1700億ドルほどと算定した。これによれば打ち上げ1回あたりのコストは15億ドルということになる。最終的には スペースシャトルの計135回の打ち上げで2090億ドルもの費用がかかっていた。機動船解剖図機動船解剖図機動船は多くの航空機と似たような形状をしており、主翼は内側が81度、外側が45度の後体角を持った2重、デルタ翼で垂直尾翼の後体角は50度である。主翼の後端には4枚の動翼が取り付けられている。また、 垂直尾翼後端には、空力ブレーキも兼ねた方向打が設置されていて、降下と着陸の際に高揚力装置と共に作動して、機体を制御する。胴体部分のほとんどは、直径4.6メートル、長さ18メートルの貨物搭載室が占めていて、観音開きの保護ドアによって覆われている。搭載物は通常は、機体が水平の状態にあるきに格納され、 その後機体とともに発射台上に垂直に設置される。無重力の宇宙空間では、搭載物は飛行士が操縦するロボットアームや船外活動によって放出される。また搭載物自体が持っているロケットによって、さらに高い軌道へと投入されることもある。中央に見えるのが軌道船の3機のメインエンジン。その両脇にある2機の小さいロケットは、 機動操縦システム。さらにその上にあるのが垂直尾翼。機体の後端にはメインエンジンが三角状に配置されている。エンジンのノズルは上下方向に10.5度、左右方向に8.5度傾けることが可能で、上昇中に水力の向きを変えて機体の進行方向を制御する。軌動線の機体構造は主に、 アルミニウム合金によって作られているが、エンジン部分の支持構造には、チタニウム合金が使用されている。軌道船は、飛行目的に応じて、軌道実験室、搭載物をより高い軌道に投入するためのロケット、軌道滞在期間延長機器、カナダアームなど様々な追加機器を搭載することができる。製造された機体の中で実際に宇宙に行くことができたのは、 o v 零九九チャレンジャー号、OV-102 コロンビア号、OV-103 ディスカバリー号、OV-104 アトランティス号、OV-105 エンデバー号の五機である。オ b i t に加えられた主な機器の画像外部燃料タンクの主な機能は、機動船のメインエンジンに燃料の液体水素と酸化剤の液体酸素を供給すると同時に、2本の SRB と機動船を、 接続し、全体を支える骨組みとなることである。ET は、シャトルの中では、唯一再使用されない部分で、飛行のたびに、投棄されているが、軌道に投入して利用することは構想としては、検討されていた。固体燃料補助ロケットは2機合計で、発射時に必要とされる水力の83%、約1250万ニュートンを発生し、打ち上げから2分後、 高度約15万フィートに達したところで切り離され、パラシュートで海に着水して回収される。外角は厚さ 13mm の鋼鉄でできている。SRB は何度も再使用されるもので、一例を挙げれば2009年に試験発射された RSI-X ロケットは過去48回のシャトルの飛行で使用された SRB の部品を寄せ集めて作られたものであり、 その中には1981年の初飛行で使われたものも含まれていた。シャトルはコンピュータ制御されたフライバイワイヤー方式のデジタル飛行制御システムを採用した初期の頃の機種の一つである。これは飛行士が操作する操縦管やペダルと機体の操縦翼面や姿勢制御システムの間に機械的なリンクや油圧系統などが一切存在しないということを意味する。 飛行士が入力した操作は電気信号に変換され、電線を介して操縦装置に伝えられる。フライバイワイヤー方式の最大の懸念は信頼性の問題であり、シャトルのコンピューターシステムについては多くの研究開発が行われた。シャトルは IBM 製の5台の AP-101 と呼ばれる、それぞれ独立して冗長性を持ち、 組み込みシステムを構成する32ビット汎用コンピューターを使用している。このうち4台は主飛行電子ソフトウェアシステムという特性のソフトウェアで稼働し、残りの1台はこれとは別のバックアップ飛行システムというソフトを使用している。またこれらを総称してデータ処理システムと呼ぶ。シャトル用 DPS 設計の到達目標は、 フェールセーフを達成して信頼性を向上させることだった。DPS はもし5台のコンピューターのうち1台が故障してもミッションを継続することができ、また2台が故障しても安全に着陸できるように設計されている。4台の汎用コンピューターは相互に監視し合いながら稼働している。もし1台が他と違う指令を出した場合は3台が投票を行い、 違う指令を出している1台を機体の制御から除外する。残りの3台のうち1台がまたもや違う指令を出した場合は、残った2台が投票をして、その1台を除外する。また極めて稀な場合だが、もし4台の主張が2対2に分かれた場合は、どちらか一方のグループが無作為に選ばれる。BFS は5台のコンピューターの中で独立して、 開発されたソフトで4台のメインシステムが故障した時にのみ稼働する。BFS が開発されたのはメインシステムはハードウェア的には冗長性を持たせているものの全く同じソフトで稼働しているためもし何らかのエラーが発生した時には4台全てが故障してしまう可能性があるからである。埋め込み式アビオニクスソフトは一般の商用ソフトとは全く違う環境のもとで 開発されている。コードラインの数は商用ソフトに比べればごく限られたもので、変更がなされることは滅多になく、広範な試験が行われ、ほんのわずかなコンピューターコードのために開発要因や試験要因も含めて多くの人員が関わっている。しかし、どんなに万全を尽くしても、故障というのは常に起こりうるものであり、そのような不足の事態に備えて BFS は用意された。 シャトルが退役するまでの間、実際に BFS が操縦を引き継ぐような事態が発生することは一度もなかった。シャトルのコンピューターのソフトウェアは PLI に似た HALS と呼ばれる高級プログラミング言語で書かれている。これはリアルタイム組み込みシステム環境のために特別に設計されたものである。IBM 製 a p 1 0コンピューターは もともと1台あたり約4 2 4イトの時期、コアメモリを持ち、CPU は毎秒40万回の計算を行うことができた。ハードディスクはなく、ソフトは時期テープカートリッジからロードした。1990年、AP-101 は AP-101S という上位機種に置き換えられた。記憶容量はこれまでの2.5倍の約1メガバイトに、 演算速度は3倍の毎秒120万回に向上し、さらに記憶装置は次期コアメモリからバックアップ電池付きの半導体メモリに改良された。1983年11月からシャトルにはグリッドコンパスと呼ばれる世界で最も初期の頃に作られたラップトップ型コンピュータを使用していた。コンパスはせいぜい8000ドル程度で売られていた安価なものだが、 その重量や大きさに比して不釣り合いなほどの性能を当時発揮し、NASA はその重要な顧客の一つだった。なお、グリッドコンパスは飛行制御系統には関係せず、シャトルの飛行軌跡を2周回分表示させるのに使用された。シャトル計画の表彰操縦室の窓と貨物搭載出ドアの間の機体側面には、機動船の名称が書かれている。 また搭載湿度アコーブの下側には NASA の表彰とユナイテッドステーツの文字及び星条機が描かれている。国旗は右側主翼にももう一つある。文字に使用されている書体はヘルベチカである。シャトルは1970年代に開発された宇宙船であるため、その当時から安全面における性能や信頼性を向上させるべく多くの改良や改造が施されてきた。 STS-101 の操縦席。アトランティス号でグラスコックピットが初めて採用された。内部構造のほとんどは初期に設計されたものとそれほど変わってはいないが、アビオニクスは大きく変貌した。例えばコンピューターのアップグレードに関して言えば、初期の頃のアナログ式のメーター類は廃止され、 最新型のエアバス A380 やボーイング777に使われているようなグラスコックピットと呼ばれるフルカラーの液晶表示板に改められた HP-41C のようなプログラム入力可能な電卓も依然として使われている ISS の登場により ISS に補給物資を届ける飛行でより多くの貨物をミッドデッキに搭載できるよう内部エアロックは 外部エアロックに置き換えられた。外部エアロックの上部には ISS とのドッキングに使うロシアのアンドロジナスドッキング機構が使われた。住むも、また信頼性と出力を向上させるべく何度も改良を施されてきた。発射時にエンジンの出力を104%に上げるという言い回しが存在することはその名残である。これは安全上の限界を超えて エンジンを噴射するという意味ではなく、初期のエンジン出力と比較しての値を指す。長い開発期間のうちに、製造元のロケットダイン社は、安全出力を当初の設計値の104%にまで向上させることができたのだが、これまでに作成した膨大な量の文書やソフトを書き直す必要を避けるため104%という言い回しが残ることとなった。住むの進歩の歴史は、 フェーズ2、ブロック I、ブロック IA、ブロック E やブロック2のようなブロック番号となって残されている。これらの改良によってエンジンの信頼性、メンテナンス性、性能は大きく向上し、2001年にはブロック2エンジンを109%の推力にまで到達させることができた。ただし通常を使用される最大推力は104%までで106%、10 または109%が実現されるのは緊急事態が発生して飛行が中止される時だけである。最初の2回の飛行、STS-1 と STS-2 では外部燃料タンクが太陽光を吸収して内部の温度が上昇するのを防ぐため全体が白色に塗られた。しかし地上での試験で必要ないことがわかったので次回からは廃止され、その塗料の分だけ軌道に投入できる。 搭載量が増えることとなった。他のところでは液体水素タンク内部の桁のいくつかも不要なことが判明したため軽量化のために取り除かれた。改良を施された軽量タンクはほとんどの飛行で使用されてきたが STS-91 からは超軽量タンクに置き換えられた。改良型の超軽量タンクにはアルミニウム、 リチウム合金2195が使用されていて、最終型の軽量タンクに比べ3.4トンの減量に成功した。シャトルは無人では飛行できない設計になっているため、これらは実際の飛行で試してみる以外に手段がなかった。SRB もまた何度も改良されてきた。代表的なところでは、チャレンジャー合爆発事故の後、本体接合部分の密閉性を確保する。 ボーリングが30に強化された。SRB には他にも、性能や安全性を高めるためのいくつかの改良が、試みられたが、実現されることはなかった。その中の一つに、より簡略かつ低コストで、安全面や性能にも、格段の向上を果たしたと考えられる発展型、SRB があった。AS 部は1990年代半ばに、 宇宙ステーション計画支援のため製造が開始されたが、開発費が22億ドルにまで跳ね上がったため中止が決定された。この代替案として搭載能力を向上させるために超軽量タンクが開発されたが、安全性は向上しなかった。また空軍は、独自に分割式ではない一体成型型の軽量、SRB を開発していたが、こちらもまたキャンセルされた。 1995年、発射台上で準備作業をしていたディスカバリー号の ET の発泡断熱材にキツツキが穴を開けたため、発射が遅れるという事態が発生した。この時以来、NASA は発射台周辺に市販の取り除けのための袋の模型や風船を配置するようになった。ちなみに、これらは打ち上げの直前にすべて取り除かれる。 ET 断熱材は発泡スチロールのように脆い物質であるため発射の際の衝撃や空気抵抗で剥がれ落ち機動線を大気圏再突入の熱から保護する耐熱タイルを傷つける事故がこれまでにもたびたび発生してきた断熱材の剥落は2003年2月1日に発生したコロンビア号空中分解事故の原因になり その後も何度も打ち上げスケジュールの延期の原因になった。人間が登場せず、搭載物だけを宇宙に送る無人の発射計画も1980年代以来何度も提案されてきたが、その度に却下された。シャトルシーと呼ばれるこれらの計画は、シャトルで蓄積されてきた技術を応用し、再使用という特性を放棄することと引き換えに、大幅なコストの削減が期待できるはずだった。 最初の4回の飛行では、飛行士は、離陸時と帰還時には、完全密閉型のヘルメットを着用し、空軍の高高旅用圧服を改良した、宇宙服を着た。5回目の飛行からは、この圧服は廃止され、青いワンピースのフライトスーツと、部分余圧ヘルメットを着用するようになったが、チャレンジャー号事故による2年間の中断の後に、再開された1988年の飛行からは、 打ち上げ、期間時にはあまりかさばらないように改良されたヘルメット付きのオレンジ色の部分ヨアップクを着用するようになった。1995年からは完全予圧式の改良型予アップクに置き換えられた。また機動船が ISS とドッキングして宇宙に滞在できる期間を延長するためにステーションシャトル電力供給システムが導入された。 SSPTS は ISS が発生した電力を使用して、機動船の消耗品の消費を抑えるもので、STS-118 から実用化された。機動船とソユーズ宇宙船、比較図主翼解剖図機動船諸元外部燃料タンク諸元固体燃料、補助ロケット諸元完成型詳細、STS-79 で、移動式発射台上に設置されるアトランティス号。 両主浴上部に見える灰色の箱状のものは、シャトルに推進薬を充填したり、電力供給などを行うための地上設備。2004年、ケネゲ宇宙センター39番発射台で行われた、騒音抑制装置の試験の様子。発射時には、爆音で機体が損傷することを防ぐために41秒間で1100メートルの水が放出される。発射台から上昇していくところ、 打ち上げられた後に地上から見える空中に残された白い筋高高度を上昇中のスペースシャトル。この写真は望遠撮影シャトルの発射はすべてケネリ宇宙センターで行われる。発射時に適用される天候基準は以下の通りである。ただし、これだけに限定されるものではない。発射台周辺や飛行経路に一切の降雨があってはならない。 気温は摂氏摂氏2度以上摂氏37度以下でなければならない。高度2400メートルに上昇するまでの間に機体の姿を隠してしまうような雲が存在してはならない。高度9000メートルに到達するまでの間雷が発生する確率が20%を超えてはならない。特に落雷が起きる可能性がある場合にはシャトルは絶対に発射されない。 航空機はしばしば雷の直撃を受けることがあるが構造が電動体であることや電気的に設置されていないために電流が空気中に放電されることなどにより機体が悪影響を受けることはない。これに対してシャトルは機体構造は通常のジェット旅客機と同じように電動製のアルミニウムで作られているので内部機器が 電流の影響を受けることはないが、発射時に噴射される噴煙が機体と地面をつなぐ、電線の役目を果たしてしまう。このため、NASA の基準では、周辺10回以内に赤卵雲が発生している。場合には、発射を行ってはならないことになっている。当日は、気象担当官が、発射台周辺のみならず、大西洋を越えた緊急着陸地点や、 SRB の回収点の天候なども監視し、最終的に発射を行うかどうかを判断する。シャトルは雷に対してはまず安全だとは思われるが、アポロ12号が発射された時には、実際に落雷で船内が一時停電する事故が発生したため、NASA はこの件については特に慎重になっている。長い間、シャトルは12月31日と1月1日を、 またがっては飛行できなかった。1970年代に開発されたシャトル用のソフトウェアは年越しができるようには設計されておらず、もし飛行中にそれを強行するとコンピューターをリセットしなければならなくなり予測できないようなエラーが発生する可能性が生じるからである。NASA の技術者がこの問題を解決したのは2007年のことで、 これによって、ようやくシャトルは年を超えて飛行できるようになった。発射当日は、T-9 分前の最後のホールドが解除された後、いよいよ最終的な準備段階に入り、管制センターに設置された地上の打ち上げ、管制装置が秒読み作業を引き継ぐが、もしシャトルに搭載された機器に、重大な問題が発生した場合には、秒読みは自動的に停止される。 発射31秒前には、オートシークエンススタートと呼ばれる、作業工程によって、秒読み作業が GLS からシャトルのメインコンピューターに引き継がれる。発射16秒前、騒音抑制装置が作動し、猛烈な音響液体が損傷を負わないように、するために移動式発射台や SRB の火炎変更板2100メートルの水が放出され始める。発射十秒前、 すぐのノズル内に停滞している水素ガスを燃焼させて除去するためにノズルの下で電気火花が飛ばされ始める。エンジン周辺にこれらのガスが残っていると点火する過程で搭載した検知器が異常を感知して異常な加圧を招いたり爆発したりする可能性がある。またこの時すぐのターボポンプが作動して燃焼室内に液体酸素や液体水素を供給し始める。 この間、機動戦の4台のコンピューターは相互に指令を交わし、点火に必要なすべての動作を制御する。発射6.6秒前、スムの点火が始まる。点火指令は、機動戦の GPC を経由して、3番エンジン、2番エンジン、1番エンジンの順に120ミリ秒の間隔を置いて送られる。また、GPC は、スムの推力を90%にまで到達させると、 同時に、ノズルの向きを、所定の位置に固定する。エンジンに点火されると、騒音抑制装置の水が蒸発して、大量の水蒸気となり、南側に向かって吹き出される。3機のすぐの水力は、それから3秒以内に100%に、達しなければならず、もしそれが実現しなかった場合は、GPC がエンジンを緊急停止させる。逆に正常に水力が発生されていることが、 確認されれば SRB を発射台に固定している8本の爆発ボルトが吹き飛ばされ SRB に点火される。この時間こそが T-0 と規定されている発射の瞬間であり、この直後に機体は上昇を開始する。そして SRB は一旦点火されたら燃料をすべて消費するまで燃焼を停止することはできない。 SRB の排気ガスは北側に向かって掘られた火炎孔に沿って音速に近い速度で噴出され、しばしば衝撃波を発生させる原因となる。GPC は4台の汎用コンピューターに設定された発射手順制御装置と呼ばれるプログラムを介して点火の手順を実行する。上昇中に様々な異常事態が発生した時の緊急対応手順は広範囲なものが用意されている。 その大部分を占めるのは最も複雑で大きな負荷がかかるスムに関するもので SRB が原因でチャレンジャー号爆発事故が発生した後には緊急対応手順はより拡充されたものになった。スムに点火され SRB が発射台から解放されるまでの間機体はエンジンの推力によって機種下げの方向にわずかに傾く。この運動は NASA の因語でうなずきあるいは 弾きなどと呼ばれている。その後機体は約6秒かけてまた元の位置に揺れ戻ってきて完全に垂直になった瞬間に SRB に点火されて上昇を開始する。発射性微頭を離れた直後、シャトルは予定軌道に対応するためロール運動とピッチ運動を開始し ET と SRB が上になった裏返しの姿勢になる。機体は緩やかな弧を描きながら上昇し、 燃料はどんどん消費されて重量が軽くなっていくため、加速度は徐々に増加していく。発射直後の加速度は1、2G で、SRB が切り離される直前は 2.5G に増大し、SRB 切り離し直後は一旦 0.9G に落ち、その後スムが燃焼を停止する直前には 3G にまで達する。地球周回軌道に乗るためには垂直方向よりも、 むしろ水平方向への加速がより多く必要とされるが、機体が視界から消える前はほぼ垂直に上昇していくため、水平方向への運動はほとんど確認することはできない。ISS が周回している高度 380km 付近での周回速度は秒速 7.68km、時速 27,650km で地表付近では、 マッハ23に相当する。ISS は赤道に対して51.6度の傾斜角を持って地球を周回しているので、シャトルがランデブーをするためにはその角度に合わせる必要がある。速度マッハ2.46、高度約2万メートルに達した頃の機体表面の圧力図。気圧が低い部分から高くなるに従って青から赤へと色分けされている。 また灰色は機体を取り巻く空気の密度を表している。オーバーフローというソフトを使用して作成。MAXQ 付近では、機体の特に主翼などの弱い部分にかかる空気、力学的圧力を抑えるため一時的に、スムの水力が65%にまで絞られる。またその前後では、空気の急激な圧縮と断熱膨張により、ベーパーコーンの発生や、 プラントルグロワートの特異点が起こる。発射126秒後、SRB を ET につなぎ止めていたボルトが爆薬で切断される。SRB は、ブースター分離モーターを噴射して、機体の後方へと押しのけられ、残った水力を変更し180度のターンを行い、燃焼を完全に終了し、真下を向いて落下する。SRB はパラシュートで海に着水して、 再使用のため回収されるが、シャトルは、スムの水力でなおも上昇を続ける。この時点では、機体は、SRB がなくなったことで水力と重量の比は1を下回っているため、スムの力だけでは、地球の重力を振り切ることはできなくなる。しかし燃焼を続けるうちに燃料が消費されて徐々に、機体が軽くなり、やがて水力、重量比は再び1を超え、 最終的に軌道に到達するまで二度と位置を下回ることなく加速を続ける。機体はその後も機種をやや上に向けた姿勢で徐々に軌道を水平に近づけ、済むの力で加速する。発射から約5分45秒後、地上との直接通信が終了し、背面が宇宙空間に向いた姿勢になるよう機体を反転させる。地上との交信は、 その後は追跡およびデータ中継衛星を介して行われる。最後の10秒間には機体は相当に軽くなっているため飛行士に負担をかけないよう加速度が 3G 以下になるように水力が絞られる。メインエンジンは空転すると機器を痛める可能性があるので燃料が完全に空になる前に停止される。また、 液体酸素は液体水素よりも前に供給が停止される。液体酸素はより過激に反応する傾向があり、また停止直後の加熱した金属部分に触れると爆発するかもしれないからである。ET はエンジン停止後に爆発ボルトで切り離され、大部分は大気圏内で消滅してわずかな部品がインド用、または 太平洋に落下するが、どこに落ちるかは打ち上げプロファイルによって変わる。タンク内の配管は全て密閉されており、また圧力を解放するような装置は設けられていない。ため、ET は大気圏下層部で内圧によって破裂する。また大気圏再突入時に、表面の断熱材が消失すると内部に残っていた液体酸素や液体水素を熱から保護する手段がなくなるため、 急膨張して爆発の大きな要因になる。このような手段によって地上に大きな破片が落下するのを防いでいる。ET 分離直後は軌道の近地点はまだ大気圏を離れてはいないので、そのままではまた大気圏に再突入することになる。そのため軌道線は軌道操縦システムを噴射し、近地点をより高い高度に設定して ET と衝突するのを防止する。 一部の飛行では打ち上げ能力を確保するためにオムズがメインエンジンの燃焼後期に並行して使用された。投入時の軌道をこのように設定しているのは ET を宇宙空間に放出せず大気圏内で廃棄するためともしオムズが点火しなかったり何らかの理由で搭載室のドアが開かなくなるような事態が発生してもこのような軌道にしておけば自動的に地球に帰還できるから という安全上の理由もある。軌道上のチャレンジャー号軌道に乗ると、シャトルは様々なしばしば相互に関連した任務をこなす。1980年代から90年代にかけては NASA とヨーロッパ宇宙機関が共同開発した宇宙実験室などを含む宇宙科学計画や多種多様な衛星や科学探査機の軌道投入に使用されてきた。 90年代から2000年代にかけては、衛星ダーゲの任務は減少し、計画の焦点はもっぱら宇宙ステーションの建設に移った。ほとんどの飛行は数日から2週間程度で終了するが、軌道滞在期間延長機器を搭載したり、国際宇宙ステーションにドッキングすれば、滞在期間をさらに延長することもできる。シャトルの待機検査突入の過程では、降着装置をろすのと、 大気速度計に使うピトー管を展開する作業以外はすべてコンピューターが自動で行うが、もし何か緊急事態が発生した場合は、手動で再突入することも可能である。滑走路への侵入と着陸も自動操縦装置に任せることはできるが、通常は手動で行われる。再突入の作業は、まず機動線の飛行方向を反転させ、 機体後部を進行方向に向けることから始まる。その姿勢で、オムズロケットを進行方向に約3分間噴射し、軌道周回速度を時速3 2 2トルほど減速する。これにより、軌道の近地点を下げて、大気圏上層部に入るようにする。逆噴射の間にかかる加速度は約 0.1G である。その後軌道線は反転して、機種を下げ、 機種を進行方向に向ける。逆噴射は着陸地点のケネディ宇宙センターから見て、ほぼ地球の裏側のインド洋上空の赤道付近で行われる。再突入時、機体表面の温度が1、摂氏500度以上に上昇する状態を再現したシミュレーション画像高度約1 2 0トルの熱圏下層部に差し掛かる頃、機体にかかる空気抵抗が顕著になり始める。 この時の速度は、マッハ25ほどである。シャトルは40度ほどの向かい角を取りつつ、姿勢制御システムと動力を併用して、機体を制御し、長い航跡を引いて、速度だけでなく、熱も減少させながら、次第に降下していく。空気抵抗が増加するにつれ、シャトルは宇宙船から次第に航空機としての性格を表すようになる。直進している間は、 機体には機種を下げるか、もしくは40度よりも高い向かい角を取らせようとする力が働く。機動線は途中で4回、70度以上の深いバンク角を取った S 字飛行をする。このまま向かい角は40度を保ったままで、角、S ターンは数分間行われる。この操作を行うことで、機体の運動エネルギーを上下方向ではなく左右方向に分散して減速する。 またこの S 字飛行が始まるのは熱負荷が最も強烈になる時間帯で、この間熱保護シールドは灼熱化し、加速度は最大となる。最後のターンが終わる頃には、機動船は完全に航空機、グライダーとなっており、機種を下げて機体を水平にし、着陸施設への侵入作業が開始される。機動船の最大滑空比、陽光比は速度によって相当に変化し、 極超音速域では1、1、超音速域では2、1で、滑走路への侵入と着陸を行う、ア音速域では4.5、1 2まで低下する。大気圏下層部では、機動線は、毎秒50メートルという高い効果率を除けば、通常のグライダーのように飛行する。この高い高い高架率は、しばしば、空飛ぶレンガ、翼の生えたレンガと揶揄される。 速度がマッハ3程度にまで低下したところで、機体の待機速度を検出するため、胴体前方下部の左右両側に設置された、待機速度測定用のピトー管が展開される。着陸直前、一般の航空機と同じように降着装置を下ろす、アトランティス号高度3000メートル、滑走道端まで12キロメートルに達したところで、侵入及び着陸操作が開始される。飛行士は、 空力ブレーキを作動させ、機体の速度を時速 682km から着陸速度の時速 346km にまで減速させる。機体のノーズは滑走路手前ギリギリまでノーズダウンの状態であるが、着陸寸前でノーズアップの状態とされ、機体下面の空気抵抗を利用してさらに減速が行われる。時速4 3 0トルで降着装置が下ろされ、 時速 343km あたりでタイヤが設置し着陸する。シャトルは通常航空機に対して重く着陸時のタイヤへの荷重は過酷でボーイング747の2から3倍の63.6トンにもなる。タイヤは16層構造で1本4000ドルで6回まで再使用できるが実際は使い捨てである。空力ブレーキの作動を補助するために後輪または 前輪が設置したところで直径12メートルのドラグシュートが展開されるがどちらの段階で開くかはシュートの展開モードの選定によって変わる。ドラグシュートは機体が時速110キロメートル以下になった段階で投機される。着陸後は機体の表面温度が下がるまで数分間待ち、また有毒な水素やヒドラジン4酸化日素、 アンモニアが機体周囲から検出されないかを確認し終えるまで、機動船は滑走路上で停止したままにされる。支援車両によって、パージとベント用の配管が軌道船の燃料配管と貨物室への配管に取り付けられ、着陸後約45から60分かけて有害なガスが除去される。以上の着陸工程は、基本的にグライダーとして動作するためにやり直しが行えない。 そのため、着陸地点の天候は厳重にチェックされ、気象予報によっては他の着陸ポイントに変更される。機体は航空機としては非常に重量があるため、通常の飛行場の滑走路では耐えられず、特別に強化された路面を持つ飛行場が選ばれた。通常はナサシャトル着陸施設の長さ 5.2km の滑走路が主に使用されるが、 カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地も使用された。この他世界各地に予備の着陸地点が指定され、日本ではカデナ飛行場がその一つであった。蒸気のような操縦特性とアプローチに習熟するため、NASA ではガルフストリーム2を改造したシャトル訓練機での訓練を行っていた。シャトルの着陸は、初期はカリフォルニア州エドワーズ空軍基地に、 ケネディ宇宙センターの滑走路が整備された後は、基本的には、ケネディ宇宙センターで行われることが多かった。ケネディ宇宙センターの天候が不順な場合は、回復するまで宇宙で待機したり、あるいは、エドワーズ空軍基地や、その他世界中に配置された代替基地に着陸することもできた。ただし、ケネディ以外の施設に着陸するということは、その後に、シャトル輸送機で、 ケープカナベラルまで運ばれてこなければならないことを意味した。また大体着陸基地の一つのホワイトサンズ空軍基地の滑走路はシャトルが着陸するには整備が不十分という問題もあった。STS-3 ではコロンビア号がニューメキシコ州のホワイトサンズ空軍基地に着陸したがこの滑走路は当時はまだ整備が行き届いておらず細かい砂が 機体に入り込んでその後の整備が大変だった。また、シャトルを空輸するためのクレーン設備も準備する必要があるなど問題があった。結局、同基地に着陸したのはこの一回だけである。大体着陸施設は多数あるが、エドワーズ空軍基地とホワイトサンズ空軍基地以外は使用されることはなかった。エドワーズ空軍基地についても、 シャトルの大陸横断にかかる多額のコストのため、近年はできるだけ利用しない方針が取られており、日本人最後の乗務となった STS-131 の着陸時にも一時は使用が決定していたが、最終的にはケネディ宇宙センターへの着陸となった。主なシャトルの飛行記録は以下の通りである。1977年。 シャトル計画の一環である新入着陸試験でカリフォルニア州エドワーズ空軍基地のドライデン飛行研究センターに向けて初飛行するエンタープライズ号出展 NASA 打ち上げマニフェスト NASA スペースシャトル号文書記録1986年1月28日スペースシャトルチャレンジャー号が発射から73秒後に右側の SRB のオーリングの故障が原因で空中分解し 登場していた7名の飛行士全員が犠牲になった。機体の最重要機器の一つであるオーリングが異常寒波が原因の低温により損傷した。現場の技術者は再三にわたり、摂氏12度以下の気温でのオーリングの安全性は保証できないと警告したが、NASA の幹部はこれを無視した。2003年2月1日、スペースシャトルコロンビア号が発射の際に、 主翼前炎の強化カーボンカーボン断熱材が損傷したことにより、大気圏再突入時に空中分解した。地上管制室の技術者たちは損傷の広がりをより明確に把握できるよう、国防総省に対して3回にわたって、高解像度の写真を撮影するよう要求し、NASA の熱保護システムの技術主任はコロンビアに登場している飛行士たちに、 耐熱タイルのダメージを調査させるべく船外活動の許可を求めた。NASA の幹部は国防総省の支援の動きに介入して、これを停止させ、船外活動の要求も拒否した。その結果、飛行士が自ら修理に赴くことや、発射準備作業中だったアトランティスで救援に向かうことの実現性は、ついに NASA 幹部によって考慮されることはなかった。 2011年7月8日に打ち上げられたアトランティスの STS-135 をもって30年余りに及んだスペースシャトル計画を終了した。当初の予定では2011年2月26日の打ち上げが最後になる予定だったが、後に追加予算が認められて非常時の救援ミッションのために待機していたアトランティスを ISS の補給ミッションに転用する形で、 同年7月の打ち上げが認められた。シャトル大液による宇宙開発計画の感激を埋めるべく、飛行士や搭載物を ISS に運ぶだけでなく、地球を離れて月や火星まで到達できるような宇宙船が現在開発中である。当初、有人開発船と呼ばれていた計画概念は、その後、オリオン宇宙船やコンステレーション計画へと発展した。しかし2010年に、 オバマ政権は、コンステレーション計画の予算を打ち切り、今後は低軌道への衛星発射の事業は民間企業に委託することを提案した。次世代の宇宙船が登場するまでは、飛行士が ISS に到達しまた帰還するためには、ロシア連邦のソユーズ宇宙船か、または開発中のアメリカの民間商用宇宙船に、頼る以外に手段がなくなる。オバマ大統領の提案は、 アメリカ合衆国議会によって承認されたが、次の宇宙船が開発されるまでの5年間にシャトルを延長して使用する可能性を含む対抗案も2010年に議会で検討された。しかし結局、シャトルの退役計画は覆されなかった。退役後は、ディスカバリーは、スミソニアン博物館の国立航空宇宙博物館、別館、アトランティスは、 ケネディ宇宙センターの見学者用施設エンデバーはロサンゼルスのカリフォルニア科学センターにそれぞれ展示される。また国立航空宇宙博物館別館に展示中のエンタープライズは同館にディスカバリーが展示されることに伴いニューヨークのイントレピット海上航空宇宙博物館に移されることになっている。2010年4月タイム紙は2010年に 最も影響を与えなかった人々のリストの中にスペースシャトルを挙げ、その理由をシャトルは従来のロケットのように格好良くないからとした。2008年12月23日、NASA は ISS への物資補給を民間に委ねる商業機動輸送サービスに関する契約をスペース X 社及びオービタルサイエンシズ社と取り交わしたことを発表した。 スペース X は2012年にファルコン9ロケットでドラゴン宇宙船をオービタルサイエンシズは2013年にアンタレスロケットでシグナス宇宙船を打ち上げスペースシャトルに代わって ISS への無人補給ミッションを果たした。NASA はついで ISS への有人飛行も民間に委ねるべく商業乗員輸送開発計画を開始し2014年に スペース X のドラゴンに宇宙船とボーイングの CST-100 宇宙船を選定した。しかし、有人宇宙船の開発はたびたび遅延を繰り返し、民間による ISS への有人飛行が実現したのは、スペースシャトル退役から9年後の2020年5月のことであった。C-11A シャトル訓練機シャトル訓練機のコックピット。 左席に訓練生が座るシャトル訓練機はシャトルの着陸訓練に使用されたアメリカ航空宇宙局の練習機であるグラマンガルフストリーム2をベースに4機が改造された操縦特性が着陸侵入時の帯タの挙動と合致するようになっており模擬的に着陸訓練を行うことができた外観は飛行訓練中の高い空気 力学的過重に耐えられるように改造されていた。操縦室の左席が、オービタの制御と視界を忠実に再現していた。通常の飛行は、右席のみで可能となっており、訓練空域までの移動などはこちらで操縦する。4機の STA が通常は、テキサス州エルパソで飛行訓練を行い、ヒューストンで整備を行った。STA は、同様に、 フロリダ州のケネディ宇宙センターでも使用された。機体後部には数名分の座席が設置されており T-38 が使用できない人数が多い場合に STA はジョンソン宇宙センターとケネディ宇宙センター間の乗員輸送に使用された。サターン V、スペースシャトル、アレス I、アレス V とアレス4の比較シャトル、火星型打ち上げ機シャトル、ディライブドローンチビヒクル、 または、単純に、シャトル派生機シャトル、ディライブドビヒクルは、スペースシャトル計画で開発された技術をもとにした、ロケットで幅広い機種が、これまで提案されてきた。しかし2011年現在、どれも実用化には至っていない。SDV はすでに NASA で複数回、提案されては廃案になるということを繰り返してきた。1980年代末から1990年代初頭に、 NASA は公式に貨物専用のシャトル C を研究してきた。2005年に NASA は月と火星の有人飛行計画のためにスペースシャトルの部材を大幅に流用したアレス I とアレス V の開発を決定した。同様に3番目のアレス4も研究した。2011年4月の時点で NASA はスペースシャトルの代替としての SDV はスペースローンチシステムである。 1978年にチオコール社で提案された直列型シャトル派生機の SDV の概念は、シャトル自体が飛行を開始した当時から提案された。SDV の概念には以下を含む、これらの案に共通するのは既存のスペースシャトルの構成要素を流用することで開発費を抑え、より廉価に新型の重量物を軌道に投入する能力を持つ。 打ち上げシステムを開発しようという意図である。しかし、実際には、個々の構成要素は、新しい目的別には最適化されておらず、従来の構造体を流用することによって補強が必要になるなど構造重量の増加の一因ともなり、最適化の障害となっている。また、有人飛行用としての高度な安全性を備え、再利用を前提としたシステムを使い捨てとして、 使用しようとした場合、過剰な安全装置等が、貨物打ち上げには不要である場合も多い。そのため、結局、新技術を盛り込んで最適化された構造の完全、新規開発の機体と比較して無駄が多いことは否めず、生産、運用の過程で高くつく可能性が指摘されている。シャトル C の夜間打ち上げの創造図シャトル C は、 アメリカ航空宇宙局が提案したスペースシャトルの構成要素を流用した無人貨物打ち上げロケットである外部燃料タンクと固体燃料補助ロケットとメインエンジンを備えた貨物用モジュールを組み合わせて使用される予定だった複数のシャトル C の概念が1984年から1995年にかけて提案されたシャトル C の概念は理論的には シャトル計画で開発された再利用技術によって重量物打ち上げロケットの開発費を減らすことが期待された。提案は複数回行われ、いずれも既存のシャトルの構造体や使用回数限度の迫ったメインエンジンや広報コンピュータを流用するというものだった。中にはコロンビア号やエンタープライズ号を一回限りの貨物、打ち上げ機として使用する案もあった。 チャレンジャー号の事故の前に NASA は年間14回の打ち上げを期待していた。チャレンジャー号の事故の後にはこの打ち上げ頻度は複数の理由により非現実的であることが明らかになった。シャトル C は無人であるので高い打ち上げ頻度でも整備費が安く安全性に関する要求水準が低いと考えられた。2段階の開発が計画された。第一段階として 貨物輸送機の形状と大きさが検討された。NASA による研究は小型だが最も打ち上げ効率の良い、機能的な輸送機を示した。1990年代初頭、NASA の技術者は、火星探査用の宇宙船を組み立てるために、地球周回軌道へ80トンの使い捨ての6機のセグメントを打ち上げるために、シャトル C の設計を含む有人火星飛行計画を立案した。 代替案は4機のサトアン V を使用する案だった。ブッシュ大統領が2010年にスペースシャトルの運用を終了すると発表した後、これらの提案された仕様は検討対象から外された。ダイレクトは NASA のビジョン4スペースエクスプロレーションで提案されたアレス I とアレス V の代替案として提案された。元のシャトル派生部打ち上げ機ではジュピターと称され、 より野心的なプロジェクトにで、重量物打ち上げロケットのレビタリアン、軌道周回支援、ステーションオリンピア、ガロン重量貨物宇宙船、宇宙ステーションアルゴとヘリオスと、上院貨物船アルテミスから構成され2011年に打ち上げる計画だった。2008年9月、ダイレクトチームは69人のメンバーで構成されると、され、NASA の技術者、 コンステレーション計画で NASA と契約した技術者とマネージャー62人から構成され、グループの観光物によると少数の NASA には属さないメンバーもいる。計画の名称であるダイレクトはスペースシャトル計画のハードウェアと施設を直接移行することによって最大限流用する哲学に由来する。ダイレクトには三つの派生機種があり二千九年五月に 最新の3.0班が発表された。2009年6月17日にワシントン DC で開催されたユージム宇宙飛行計画委員会の公聴会で明らかになった。10月11日に2010年の NASA の権限法へのオバマ大統領による調印によってスペースローンチシステムが義務化されダイレクトチームは彼らの努力の成功を宣言した。 彼らは新しい宇宙技術企業である C ・スターエアロスペース LLC へ組織変更した。2011年2月の NASA のスペースローンチシステムの使用スペースローンチシステムまたは SLS は NASA がコンステレーション計画の中止に伴いスペースシャトルの代替として開発中のシャトル派生型打ち上げシステムの一種である。2010年 NASA 権限法によって アレス I とアレス V の機体設計を上院と貨物輸送の両方に使用できる単体のロケットに一本化する構想である。より強力な機種に更新された。当初の打ち上げ能力は上段を除いたコアのみで構成され、低軌道へ70から100トンの投入能力を備える。さらに地球離脱弾を上段に加えることで130トン以上の打ち上げ能力を獲得する見込みである。 ジュピターシリーズは現在計画中のダイレクトスペースシャトル派生ロケットの一つである。NASA がコンステレーション計画のために開発していたアレス・アイとアレス・ V の代替と指摘とされた。できるだけスペースシャトルの構成要素や施設を流用することが予定される。ありがとうございます。